これもそうです。これもどっかで聞いたことあるなって曲で洋楽なんだけど、だけどこれももともとフランスの曲で、フランスではこういう歌詞でもともと歌われてた曲をある人がどっかへ持ってて誰かが歌ったっていう曲。いつかね人の曲をね知ってます絶対。思い出してください途中でお願いします。はい、お願いします。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。で、この曲は、この曲は何でしょうか。マイウェイですね。ね、でもあの本家本元のマイウェイの方が有名やからね、この歌知らないでしょ。この歌はあのちょっと名前忘れたけど、なんとか、なんとかフランソワっていう人が、フランス、クロード・フランソワ、クロード・フランソワっていう人がフランスで、はい、フランスで歌ってて、今みたいな歌詞で歌ってたんですよね。今の歌詞はこれでフランス語の方がなんかいいよね。いや、いいでしょ。いや、ね、あれ、ね、あれはね、もうすぐいいじゃないですか、マイウェイ。飽きたわ。飽きたら見たし、あれはね、はい、もうでっちゃげの歌ですか。もっと染みたら歌なんですよ。染みたら、でこれをあのポール・アンカが見つけて、で、あの権利を全部買って、でアメリカに持ってきて、アメリカでフランク・シナトラに歌ってもらって大ヒットしたという歌で、だからその元々の人はめちゃくちゃ損してるんですよね。これシンガーソングライターが作ってるんだけど。あ、そうか。でした。はい。